はいどうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日もいつも通りモンタナさんに、お邪魔しています。で、以前翔平さんがあの水野のオールスターモデルのなんか呼んだ。はい、大丈夫です。動画撮影中です。翔平さんがね、水野のオールスターモデルのグローブをなんか呼んだ、もういいよ。出していたので、オールスター、つながりということで、まあちょっと時間は過ぎてしまったんですけれども、 Z のあるものをご紹介させていただければなと思います。はい、それがはいこちら。はい、バッティンググローブなんですけれども、まあもうね、限定と書いてあります。こちらは2021年のオールスターモデルのバッティンググローブです。でなんですけれども、こちら2種類出ておりまして、革の革手と言われるやつですね、バッティンググローブで、こっちが合皮のバッティンググローブです。いやー、ここがまず素晴らしいって1点目ですよね。革の方がいい人も合皮の方がいい人もどちらも買えるっていうのがまず1点いいところです。デザインなんですけれども、合皮の方開けていいという許可をいただいたので、ちょっと開けさせていただきます。7色なのかな、これはもう星が、まあ、オールスターなんで、スター、星が散りばめられている。星じゃねえな、でもこれ。星っぽい何かが散りばめられているバッティンググローブです。で、去年と、なんかその配色は一緒かなと。去年はチェックだったんですよね、確か。僕も合皮のタイプを持ってるんですけれども、チェックのタイプのものでした。はい。で、今年は、まあ、罰のような、なんて言ったらいいのかな、これは。まあでも、いろんな7色になっていて、グラデーション加工がされていると。なんか一個一個も少し色が違ったりとか、途中から変わったりというようなモデルとなっています。これね、もうオールスター過ぎちゃったんで、いや、これをちょっと注目したかったですね。まあもう出てて知ってはいたんですけれども、まあ選手が使ってるようなのも見たかったなっていうのが、ちょっと悔しいなと思う。まあでもね、白いバッテに、ここが銀かな。銀なので、まあ、最近なんか結構白流行りですよね。まあ、汚れはしますけれども、まあ合皮なんで洗えるんで、そこまでがっつり黒くはならないのかなっていうのは、まあ合皮の一ついいところですね。で、皮は皮で汚れて、まあ洗えはしないんですけれども、味が出るっていう点では、白って結構僕は好きだなっていうのもありますし、今流行り、プロ野球選手も結構使ってるので、まあ夏にね、白って結構ありだと思うので、皆さんぜひぜひ、まだねモンタナさんありますので、気になった方はお買い求めください。でなんですけれども、もう一点あります。はい、今度は守備手袋もあるんですよ。ここにプロステータスと指先に入っていて、柄は同じかな。で、手首バンドが内側に来てるので、グローブした時に外側に Z の文字が見えるようになっています。っていう、これ特徴があるなと思ったのが、人差し指以外の中指、薬指、小指の指先の加工が、強めの加工がされてるんですよね。グラブ内で滑りにくくさせる指先シリコン加工っていうのが入っているので、この辺だけだと滑るのを指先でしっかりと滑らないようにロックしてくれるといった、守備手袋となっています。こちらもね、かなりおしゃれにつきますし、あとは、まあ、こういったちゃんと加工もされていますし、手首の内側にバンドがあるので、手首に打球が当たっても分厚くなっているので、痛いは痛いですけれども、軽減はしてくれるというような守備手袋となっています。これもね、すごいかっこいいんで、まあ、草野球人の方しか使えないのがちょっと、こんなことで残念なところではございますが、気になった方はぜひ、ご購入してみてはいかがでしょうか。で、お値段なんですけれども、こちら、革のタイプのものが7700円。税込みで7700円と。合皮タイプのものが税込みで4950円となっています。守備手袋のお値段が税込みで2640円です。お金出してでも本格的なものを使いたい方は、まあ、こちらの革タイプで。同じデザインのものを使いたいって方は合皮タイプでっていう使い方も全然いいのかなと思います。で、オールスターモデルではないんですけれども、こちらですね。Z の秋冬モデルになるのかな、一応。ソウル用手袋の新しいカラーが発売されています。こちらが白系にサックス、まあ水色ですね、のソウル用手袋で、こちらがネイビーにレッドかな、ソウル用手袋です。僕も Z のソウル用手袋を春モデルは、購入していて、すごく、まあ分厚すぎずっていうのが
一番いいなと思った点で、社会人仕事してるので手は守りたいなっていうのがあって購入したんですけれども、大きすぎずっていうのもあるいいところだなっていうのがあって、手の中でしっかりと動かずにフィットしてくれるっていうのがこのソウル U 手袋結構いいところだなと感じています。なかなかまあ流行りのグローブでも最近流行りですもんね、サックスとかネイビーっていうのは。こんなのね手につけて走ってたらめちゃくちゃかっこいいじゃないですか、こっちだって。まあ皆さんも興味ある方はぜひご購入してみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日は Z のオールスターモデルのバッティンググローブのご紹介でした。まあ他にもね、ソウル U 手袋だったりっていうのを紹介させていただいたんですけれども、すごく品質もいいので、ただデザインだけでなくそういったところもぜひちょっとお勧めしたいなと思う点ではあるので、皆さん気になった方はご購入してみてください。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。プレゼント企画開始します。はい、ついにもう2000人いったんで、もうあげましょうっていうことで、はい、もうあげちゃいます。まあ、まずは本田さんおめでとうございます。おめでとうございます、2000人おめでとうございます。はい、まあ応募条件、まあ、簡単です。翔平 TV の登録、そして9月30日までに翔平 TV の動画配信されますんで、いろいろね、はい、それにコメントすること、1回でもいいですよ、1回でも2回でも3回でもいいですよ、うん、グローブ欲しいですもいいけど、動画に対してのコメントをするだけでも応募となります。別に動画のコメントするだけでも応募できるんで、はい、はい、たくさんのコメントしてご自身のアカウントをアピールしてください。9月30日までにいろんなコメントよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、こちらをプレゼントいたします。ちなみに行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オーケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんのゲンダモデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。そうです、ゲンダグローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人行くか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、登録しておいてもらえればいいかなと思います、はい、そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、今日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。Yeah.